すいません、この空き缶は大体どれぐらいで集めたものなんですか？10分ぐらい。うん、10分ぐらいですか？1箇所でこれ以上出る時もあるし、1日に7000円ぐらい集める時もあるし、はいはい、それはいい時やね。多い時だとまあ7000円ぐらいになる。7000円か8000円。大体平均するとどれぐらいなんですか？5000円から4000円ちゃうかな。頑張らなかったら7、8000円なら、うん、7、8000円ぐらいになる時っていうのは結構じゃ あのもう寝ずに、寝ずにやってる、うんうん、こんなの水もんや。集めたらこんなの潰さないよ。今日は帰っとくところが休みやから。年末年始。ああそう。じゃあ5日までずっと貯める感じになるんですか？貯めて置いとくの。あ、じゃあしたらもう1万7、8000円になるからね。でもその間ってじゃあ収入がなくなっちゃいますよね、うん、まあ一応小遣いはある。あ、稲本さんは、今ホームレスをしてらっしゃるんですか？うん、してる。どちらでホームレスをしてらっしゃるんですか？博多港の。あ、博多。今日は平井に来たから、はい、あのあれやけど博多港の方にあれなんですか、そのホームレスの方々が。え、それ出して大丈夫ですか？個人ナンバーね。個人ナンバーはね、多分出さない方がいいですよ。生まれはどちらなんですか？鹿児島県奄美です。あ、で、鹿児島から、福岡に出てきたのはお仕事で出てこられたんですか？本職は下水管のオペレーターだったの。で、韓国に出張したんで、はい、ビートルで割ったか割ったかしたのよ。で、ビートルがありますもんね、ビートルこう。うん、博多とこを詰めてる。3ヶ月に1回戻らんとあかんから、韓国から。はい、はい。ね。で、遊び受けて韓国に戻れなくなって、はい、で、ホームレスになった。何して遊んだんですか？え？何して遊んだんですか？パチンコしたりとか。3ヶ月に1回帰らないといけないからね。韓国にアパートも持ってたの。向こうにも、そのお仕事の関係の人たちっていたんですよね、きっと。いる。急に戻ってこなくなっちゃった感じになってるんですか、うん、そう。ちなみにトータルどれぐらいしてらっしゃるんですか、ホームレスは？ホームレスは2、3年ちゃうかな。2、3年ぐらい、うん、ずっとホームレスは博多港でしてるんですか？うん、なりたくてなったわけではないけど。まあそうですよ、自分が入ったままやけど。福岡って結構ホームレスの方っていらっしゃるんですか？いてるんちゃうか。あの港でも余計見かけるよ。大体稲本さんが知る限り、大体博多って何人ぐらいホームレスの方いらっしゃるんですか？さあ、博多だけ、まあ福岡市で言うと大体もう100人ぐらいおるんちゃうか。向こうでもんたら20人おるっていうことは。20人ぐらいいらっしゃるんですか、博多港の方に？おるよ。あ、そうなんすか。うん、今冬場やから寝ないけど、うん、寒いやろ、風がきついし、うん、あとは、うん、それから、まあ、できるだけビデオで寝てるようにする。昨日も寝てきました、うん、2500円だ。あの1日にじゃあ2500円かけて個室ビデオ泊まったりされてるんですか？うん、結構な出費ですね。でしかも年末年始はこの期間がね、売れないから外で寝ないといけない。夏はここでも寝とったよ。ちょっとすいません、ずっと気になってるんですけど、あのご友人でいらっしゃる？いやいや、全然違う。あ、違うんですね、うん、あ、ホームレスをしてらっしゃるんですか？あ、もう一緒に同じ？いや、たまたま知り合っただけ。ここ今日ですか？いや、2、3日前やな。2、3日前。あ、そうなんですね。うん、僕はたまたま、うん、3日ぐらい前にここで、僕はあの寝袋を持ってるんだよ。はははだから寝とったらこの方があの、発汗し、作業でたまたま知り合って。冬用の寝袋持ってるから。あ、持ってます。あ、冬用の寝袋を持ってらっしゃいます。私は夏用の寝袋しかないから、外では寝られ。いつね。あ、聞こん。いいですか？あ、もちろん、もちろん、全然大丈夫です。大丈夫。稲本さんもでも、その寝袋は、あれのお金で買えるんじゃないですか、空き缶のお金で。うん。冬用のやつも。買うと思えばね。
さあ急にまとまった金がね、遊んだりするからパチンコ行ったりとか。パチンコは今も行くんですか？たまに、たまに。一パチとかですか？うん。ヤヒロ。ヤヒロさん。これは全部ヤヒロさんの荷物ですか？これ持ってヤヒロさんは移動されてるっていうことですか？まあ、簡単に言えばそういうこと。ヤヒロさんは、ホームレスを始めてどれぐらいなんですか？そうね、まあ、まあ浅いよ。あ、そうなんですか？まだ、僕も、パチンコで失敗して、慣れたってなったんじゃないですか？うん、いや、まあまあ、皆さんそうですよね。当たり前だぞ。うん、いや、僕もね、この世界入ってね、会社の社長さんがほら、好きで、なった人もいらっしゃるよね。うん、僕は別にホームレスになりたくてなったんじゃん。もう家もほら、なんとかの事件があったでしょ。竜巻かなんかで全部崩壊した。あ、竜巻で家がある。はい、崩壊しちゃったんですか？そう、もう仕方ないよ。ホームレスで。あ、それでホームレスになっちゃったっていう感じなんですか？それ100坪持ってったんやけど。全部。どちらにもお持ちだったんですか？彼女。東区。で、八尋さんも生まれも育ちも全ずっとこっちの方なんですか？東区。東区なんですか？俺は博多区じゃない。結構でもこの荷物持って移動するのも大変ですよね。大変よ。しかも自転車もない。稲本さんは自転車持ちますか？ほら。おお。これ稲本さんの自転車なんですか？うん。これで空き缶を、これだな分かったら生活良くない。汗がなかった。これは上から会社やってないんですか？できない。自転車は必要やん。どうやって荷物持って。そうですね、そうですね。ヤヒロさんは今収入源はない。福岡も炊き出しが行われてるんですね。冷泉港公園で靴からある。冷泉公園靴がある。あの中洲のところですね、冷泉。それ、冷泉公園で行われる炊き出しとかって、大体どれぐらいのホームレスの方集まるんですか？ 100 人。あ、やっぱ100人ぐらい来られてるんですね。びっくりしますよ。困ってるなと思うね。ヤヒロさんはもうこの公園で寝泊まりしてらっしゃるんですか？そう。あ、そうなんですね。ほら、下見てごらん。傘があるよ。あ、本当だ。いつ雨降るか、雨が、どうせんの？この中にあれが入ってる。昼間は何してらっしゃるんですか？昼間はブラブラして、お金があったらまあ弥生県とか。今収入源がないじゃないですか。お金が入るときってどういうふうに入るんですか？こういうところで 寝とったらほら、キリスト教の人がかわいそうやなと思って。施しみたいなんですかね。まあ2,000〜3,000円とか、まあ、みかんとか、バナナとか。私の場合は利用してない。あ、炊き出しは利用してないですか？絶対利用してない。なんでですか？盆と正月だけは行くかもしれないけどね、その間は絶対で。厄介になることは全然自分で自力でなんとかやっていける。まあ、お二人の間でもいろいろ考え方とかあれが違いますね、やっぱり。いろんな厄介になることはせえ、会いたい方、娘。あ、娘さんいらっしゃるんですか？うん、大阪に。もう別れたけどね。離婚されたんですね。離婚されて。で、もう十何年会ってない。ちなみに娘さん今おいくつぐらいなんですか？27ぐらいなんだ。結婚してると噂に聞いたけどね。なぜ離婚することになったんですか？まあ、女のある一面を見たからね。女に、スナックのお店もやらせたい。稼ぎ良かったもんやから、300万円出して店ももう渡して。あ、井上さんが300万円出してお店を持たせてたんですか？うん、奥さんですか？うん、はいはい。
まあそれである男とは浮気したかなんか見たもんやから、うん、稲本さん浮気の現場見ちゃったんですか。浮気の現場っていうよりかある人のこう話を聞いて、ああそうやねっていうのはもううすうす感じたから、うんうんうん、あ、じゃあ稲本さんの方から別れるっていうこと。うん、だからその時には娘さんおいくつぐらいだったんですか。6つぐらいかな。結構会ってたんですか。うん、それは血が繋がってる。で最後に会ったのは何歳ぐらいの時なんですか、娘さんが。17の時かな。でも10年以上会ってないですね、じゃあ、うん、もしこれ見て娘さんが、今あの失礼ですけどホームレスをしてらっしゃるじゃないですか、うん、それを娘さんが知ることは別だもん。どっちことなの。前の仕事やってる姿を見てるから。どっちことなの。まあ訳あってこんなになったっていうのを知ってるからね、多分。いや、それはあえて普段は真面目にしてるもんやから。ちなみに娘さんとの思い出で一番思い出深いのって何ですか。3人で韓国に旅行したこと。もう奥さんが韓国人やから。あ、そうなんですね。韓国に来てんや。弟ですね。弟さん、はい、うん、弟さん今福岡にいないんですか。いると思う。竜巻で家がなくなっちゃった時って弟さんも一緒に住んでたんですか。一緒に住んでたね、うん、お互いバラバラになっちゃったって感じなんですか。まあ音信不通になってからまあかれこれ3年ぐらいなるけど、そのままちゃんと連絡取り合って、うん、3年前に連絡つかなくなったのはどういった理由なんですか。まあ本人が悪いんちゃうか。悪いよ多分金銭をも僕が求めるから。それで嫌になっても携帯電話も持っとったけども。大概ホームレスやってる人間が悪いよ。それなんか悪いことしてる。わしらでそうやもん、パチンコしたり。なるほど。じゃあ弟さんにちょっとお金をこうお願いしすぎて弟さんが八尋さんを嫌になっちゃったっていう。だからもう携帯音信不通で通じないもん、うん、もし弟さんに会えたとするじゃないですか。ああ、なんて言いたいですか。この現状は教えないよ。今ホームレスしてることは言わないってことですか。言わないよ、うん、隠すよ。こういう子的でいい。あ、好きなんだよ。あ、ごちそうしますよ。いやいやいや、本当に。まあ好きでなったんじゃないですからね、うん、か僕もいろんなことがあって僕これ好きなんよ。パチンコですか。はい、3ヶ月で300万負けたよ。今のはあれやな、1円やけそんな負けないけど、昔は4円しかなかったよ、はい、ね、そのパチンコにハマったのは40箱まぐれかなんか知らんけど32万取ったよ。嘘でもなんでもない。それでハマったんや。そりゃみんな ハマるんじゃない。一回そんだけ買っちゃうとやっぱハマっちゃいますよね。ハマったもん、海物語。はい、いいんですか。すいません、いただきます。ありがとうございます。すいません。こういうぐらいは僕がご通しないといけないのに、申し訳ない。すいません、いただきます。アットホームチャンネル。